あれ誰も乗ってない。左に来るやつですね。最初ちょっと手前めにいますね。あの左っかしのピーク側の。OK。はい、皆さんおはようございます。今日は、ノースショアサンセットビーチに来てます。で、この間ノースの一発目のセッションがサンセットだったんですけど、サンセットで、まあ前回多分もうちょいあったのかな、サイズ的にはもう気持ちあったんですけど、今日もまだね一番でかいので5フィート6フィートぐらいあるかなって感じで、まだ相変わらずノースショアはあのパンチがあります。で今日多分どこでもできると思うんですよ。で特にパイプライン6キーは結構決まってて波は良さそうだったんですけど、まあ僕は今日はちょっとここでやっていきます。あの今 CT サーファーのジョアオ・チアンカがパドルアウトしてきましたけど、ちょっとね彼のサーフィンも見たいんで、僕もちょっと今日はここでサンセットで、やっていきます。で、今日使うサーフボードはところサーフボードの、6-3、18と8分の3、2と、8分の3ですねを使っていきます。ちょっと、まあ、このサンセットのこのサイズにしては短めだとは思うんですけど、結構ボリュームがあるんでちょっと、大丈夫なんじゃないかなっていうのと、まあ、初下ろしなんでちょっとこれを今日はちょっとテストしていきます。いきますということで、海に入っていきたいと思います。では皆さん後ほどです。ということで解説していきます。この日は6-3のところサーフボード 4VC を使っています。これ一発目ね、結構一本目からいい波乗れたんですけど、まあ、この辺ちょっとワイプアウトしちゃいましたけど、まあ、この 6-3 4VC モデル、あのおそらく僕が今まで乗ってた、長い板で一番調子いいんじゃないかなって、過去一ですね、間違いなく過去一調子良かったサーフボードだと思うんですけど、この日の波のサイズは、まあ、さっきも言ったように5フィート6フィートぐらい、セット一番大きいのは6フィートですね。でハワイアンスケールの6フィートなんで、波の表側ではなく裏側からこう波をスケールした、まあ、サイズですね。実際の6フィートってそんなに大きくはないと思うんですけど、だいたい1フィート人1人分っていう風に考えたら、この日はトリプルですね、トリプルぐらいのセットが来てたような感じです。でこれが2本目で、このサンセットのこのバンプがあるとこね、結構難しいんですけど、それでもねこのボードはもうスイスイボードが伸びていくんですよね。この1個前に、サーフィンした時は、まあ、スーパーブランドっていうのを使ってたんですけど、スーパーブランドの板は正直あまりこうドライブがなかったんですけど、このところの板になってから急にですね、もうサーフィンがもう本当に楽というか、このでかい波でボードを抑えながらライディングするのも全然こう簡単にサーフィンできちゃうっていう感じでした。でこの日のコンディションはね、これはねそんなに大してサイズがない波なんですけど、それでもねこのところの 4VC モデルはかなり調子よくて、カービングが特に気持ちよかったですね。このカービングとかもスプレーがちゃんと上がってくれるんで、すごい乗ってて気持ちのいいサーフボードでした。でこの日のサンセット、まあノースショアチャレンジっていう意味では、まあそうですね、僕正直この日はまあ僕も恐怖心などは全くなく、リラックスした気持ちでやれたのと、この日 CT サーファーバロンマミアだったり、ジョアオ・チアンカ、ルアーナ・シルバー、あとはマシュー・マ・ジリブレーって、南アフリカの、まあ、CT サーファーが入ってたんですけど、ジョアオ・チアンカはこの翌日にパイプラインで大怪我をしてしまったっていう感じなんですけど、いや本当にねレベルの高いセッションで、自分も正直この自分のライディングがちょっと本当に嫌になるぐらいすごかったです彼らは。で彼らは長い板を使ってて、ジョアオ・チアンカに関しては6-1ぐらい乗ってたのかな。
このカービング自分の中ではこの 4VC のこのカービングもかなりいいなってフィーリング良かったんですけど、海から上がってきたらバロンとジュアオ、マシューもそうだし、もう別次元のサーフにしてましたよね。なのでまあ僕もまだまだ修行が必要だなっていうのと、ただこのサイズだったら61とかの 4VC、 ところサーフボードの 4VC だったら61でいけたんじゃないかなって思っちゃったりもしたんですけど、まあでもあのこの日は本当に波の形も良くて、あの僕も、まあ、チャレンジというよりは少しこう手慣らしっていうか、あの肩慣らしっていう感じでサーフィンできたのですごく楽しかったです。というテイクオフもね、サンセットポイントの奥の方に行けば、奥に行けば行くほどですね、かなりこう掘れた波になるんですけど、これねちょっとねタイミングずれても全部がバラバラになっちゃいましたよね。ファーストリップでバランス崩しちゃったので、ああいうところもねやっぱりこのサンセットの難しさでもあるし、まあ波の変化もそうだし、やっぱ波のパワーに負けちゃってましたよね、今のなんかは特に。だからこういう風にサンセットでやることで自分に足りないものっていうのがすごい見えてくるので、あのこの日は自分のトレーニングも見直していかなきゃいけないなっていう風に思えた、そんなセッションでした。このパドルアウトもねかなり遠いので、パドルのねトレーニングになりましたね。このカービング、まあカットバックですかね、まあこのカットバックカービングもまあやっぱり板がいいんで、どういうセクションでもやっぱりこうホールドしながら、あの掘れたところでカービングするのは難しいんですけど、この板はしっかりレールがこうセットされたままこうホールドしてくれるん でプラススピードがそこから加速してくれるんで、乗ってて本当に調子のいい板でした。これで今日あのこの日はセッション終了で上がってきましたけど、これ最後の波ちょっと太ももつりそうになってたんで、そうですね、自分のトレーニングの足りなさっていうのがまたこの日はかなり垣間見えた日でしたよね。何度も言いますけど、やっぱりこのサンセットっていうポイントは自分のサーフィンの一番成長するところだと思うので、このサンセットでずっとサーフィンをする、今回のこの今シーズンはね結構サンセットでだいぶサーフィンすることができたので、このレールワークだったり重心をこうしっかり低く落としてターンをするっていう練習だったりっていうのがね本当に、できたかなと思います。まあとは言ってもね今、現時点でまだ、1月後半でまだまだここから、シーズンが続いていくので、この後のねシーズン動画も皆さんもちょっとさ僕のサーフィンをちょっと見てもらいたいなと思います。そんな感じでこのサーフィン対戦を終わっていきたいと思います。今海から上がってきました。今日はだいぶセッションになってましたね。なんか最初入った時はまあなんか2人ぐらい、1人女の子のうまい子、多分 CS の子だと思うんですけど、もう1人はあの子もめっちゃうまかったけど、ゆるーくやってたんですよ。最初いい感じに何本も乗れてて、そしたらそうですね、ジョアオチアンカだけ入ってて、そしたら今度気づいたらバロンマミア入ってきて、その後マシューマジリブリー入ってきて、でバロンのバロンじゃなくて、ジョアオの彼女も入ってて、 CT 祭りになっちゃっててめっちゃうまかったです。で、まあ、僕個人的にあのバロンマミアがすごい好きなんですけど、隣にいてかっこいいと思ってしまった。正直かっこいいと思って、あれヒート同じだったら戦えないタイプのやつなんで、もうその時点でね、あの大谷翔平選手から言わせたらもうアウトだと思うんで、憧れちゃってるんで、でもすいません、ちょっとね興奮してて、で波もすごい良かった。今日この間の感じよりも、まあサイズはないですけど、すごいクリーンでフェイスも張ってきてすごい良かったのと、あと今日板を変えたんで、ところの板に、ところの 6-3 めちゃくちゃ調子いいです。この 4BC っていうモデル、ステップアップのモデルなんですけど、このモデルやばいです。テイクオフこれ 6-3 なんだけど、セットのちょっと引っかからなそうなのもスイスイ走っていくし、テイクオフして踏み込んだ時のアクセルがすごいんですよね。
車で表現すると分かんないですけど、いい車乗ったことないんでトルクがすごい感じです。もう踏んだ瞬間ブーンみたいな感じの、なんかテスラとかじゃなくて、ちょっとなんかあのスポーツカーフェラーリとか多分ランボとかそんな系の感じです。バンってレールが入った瞬間ブーンっていくんで、これはちょっとマジック入ったかもしれないっていうか、63自分が今まで乗ったやつ一番良かったです。確実に人生で一番いい63かなと思います。いやーもうちょっと今日は見てるだけで疲れました。最後あの調子に乗ってサイズダウンしてきたかなと思って右側のノースのピークの方行ったら、まああの結構いいサイズが入ってきて何発か食らって、それでちょっとね多分熱くなったんですよね、パドルして。で熱くなって脱水も起こして上がってくる一本で、あの太もも大腿四頭筋のこの膝の上側のこの辺りピキーンって張ってそのまま上がってきました。あの試合続行不可能になって TKO 負けでした今日は。まあでもね乗れたんですごい最高です。やっぱノースのまあね、もっとエキスパートなプロの選手とかパイプとかワイメアの半端じゃないので感じるんだろうけど、僕はこれでも十分アドレナリンが出たので、ここからまあもうちょい徐々にねちょっと自分なりに挑戦していきますんで、皆さん乞うご期待で、あのすごい良かったです、最高でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。